はい、今日は簡単にですね、ソルフェージュというものは何なのか、また、音楽理論も何なのかっていうお話を、させていただきたいと思います。ソルフェージュって聞いたことがある方、ない方いらっしゃると思うんですけど、簡単に言うと、音楽の仕組みを知ることですね。で、それと耳を鍛えることと、あと自分がその音を見て音符と仲良くなって、その音符の長さと、あとは高さなどを、自分で理解して歌ったりとか、あとは器楽で演奏するのに助けになること、それから作曲するのに助けになること、受験ではまあ必須である項目だとか、そういうものであることっていうことを知っていていただきたいです。で、音楽の理論っていう方なんですけど、そっちはまあやることはちょっと人によって目的が違ったりしますよね。で、私の生徒さんの中にやっぱり受験のために必要だからやりたいっていう方もいらっしゃいますし、あとはバイオリンのレッスンの中で必要で少しほんの10分とか5分とかの時間ソルフェージュに割くとかもあるんですけど、まあソルフェージュをやることだけをやることにすごく意味があります。そうですね、やることは実は結構多いです。まあピアノと、音を聞いて書き取ること、それから歌うこと、あと理論を学ぶこと、そういうことをやってるとも気づいたら1時間経ちます。はい。そしてまあその理論一つとっても、まあ子供用の本もありますし、大人用の、今カメラの下敷きになってるんですけど、そうですね、じゃあ和音の作りってどうなってるのとか、メロディーの作りどうなってるのっていう話もそうなんですけど、あとはリズムとかね、音の長さとか、それを子どものうちはリンゴの数とかそういうので、こう「パンリンゴ1個だよ」「1、2リンゴ2個だよ」とか、じゃあ点がついてる付点なんとかっていうのは、リンゴ1個の半分をくっつけてとか そういう形で覚えるんですけど、あとは感覚的にもう見た瞬間に叩けるような状態にすると、まあ音楽やる時にもピアノ弾く時にも、まあ、ギターやる時にも、いろんな他のフルートとかね、いろんな楽器やりますけども、サックスとか。そういう時にも、リズムは全部共通なので、そういう時に、役に立ちます。それからまあ歌うことっていうのは、小さい頃やればやるほど確かに耳が育つっていうのはありますし、それを楽譜に移すっていう能力も、もうどん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 やっていくうちに難しいのも聞き取れるようになります。で、それが必要じゃない、それが必要とか、それ以外のことは、まあ、例えば理論一つとってもあれですね、クラシックの理論と、ジャズの理論もあります。で、ジャズとかポップスとかですね、そういう、まあ、コード C だったら CA とか Am とか、それを日本語で言うと波長調というと、言うとか、なんかいろいろそういうのがあります。それはキーは C でやろうっていう人たちと、波長調の曲っていう人たちの違いみたいな感じなんですけど、そういう、まあ、音楽全体の中での、まあ、理論の重なってる、例えばジャズはこんな感じ、クラシックはこんな感じって言って、その重なってる部分みたいなね、ベン図みたいな感じの、ところがあって、で、必要な、その人に必要な、その子に必要なところを教えていくという授業になります。まあ、なんか具体的にっていうふうになると、またちょっと無料体験レッスンに来てください。 はい、今日はそんな感じで、はい、この動画も差し替えるかもしれません。ありがとうございました。フリーダイスミキでした。ベイブミュージックスクール。はい、ありがとうございます。バイオリン、ソルフェージュ、音楽理論、エレキバイオリン、リトミック、いろいろあります。それからそれぞれオンラインレッスン、まあいろんなウェブですよね、
インターネットを使ったレッスンと、それから駅徒歩1分の個人レッスン、対面レッスンですね。それからグループレッスンもやっています。いつでも体験募集中ですので、オンラインもですね、はい、ぜひお問い合わせください。概要につきましては、この下の、はい、この動画の下の、概要欄のところ、詳細のところですねに、載ってます。そこから飛んで、見てみてください。講師たちの演奏動画もあります。ぜひ見てください。今日はありがとうございました。